二川駅は、大韓民国院町に広域市中区北浄道1、外にある、韓国鉄道公社の駅。京都市線と、水都市、盆東線の二路線が乗り入れており、両線の終点である。駅番号は京都市線が161、水都市、盆東線が K272、京都市線ホーム東端式ホーム二面三線を、有する地上駅。 この他に、いくつかの貨物列車用の側線がある。3番線は、臨時ホームである。ホームの一部はカーブ上に位置するため、電車との隙間が大きい箇所がある。現在の駅舎は1960年に竣工されたもので、非常に狭く古くて利用者が不便ということで、インチョン広域市では駅舎を2015年までに、総合便宜施設化及び地下化する事業を進めており、 再開発中である。水人市、盆東線、ホーム島式ホーム一面二線の地下駅。ホームドアが設置されている。将来的には経費都市線のホームもこの地下に移転、拡張予定である。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。工場等はあるが、商業施設等に関しては、隣の東新川駅周辺の方が繁華街として発展している。 アーカイブド2011年7月22日、アットザウェイバックマシン、11、world.kbs.co.kr2019 年10月8日、閲覧、ありがとうございます。